皆さんこんにちは、赤星里奈です。今日はなんと念願のウーバーイーツ企画、イエーイ。これね、私夫と新婚生活を始める前にぜひやりたかった企画なんです。どういう企画かと言いますと、今日一日、まあ私たちは朝ごはんをあんまり食べないので、お昼と夜それぞれにウーバーイーツを注文し合います。で、相手が食べたいやろうなと思うものを予想して、お互い送り合って、それが合っているのかという企画でございます。ルールは1日5000円以内です。多めに設定しておきました。2食でね、5000円って結構、1食2500円使えるし、ね、いいものが買えるんじゃないかと思います。私いつもこうちゃんにね、いろいろ買ってもらったりとかするんですけど、私がなんかご飯を作ることもなければお馳走することもあんまりないので、正直こうちゃんの好みがよくわからないので、まあ当たるかわからへんけど、愛の力で、まあまぐれでもいいんで当たることに乗ってます。では早速注文していきたいと思います。そう、私お昼はねもう決めてるんですよ。こうちゃんといえばこれ食べたいやろ。いつもね、私が太るからあんまり食べたくないって言ってるものが、こうちゃん好きなものが一個あるのでね、それ頼んどきゃ間違いないやろっていう気持ちで頼みたいと思います。はい、注文完了いたしました。さあ、こうちゃんの食べたいものを妻の私は理解しているのか。当たればいいな。こうちゃんも注文してくれていると思うので、私のお昼ご飯が届くのを待ちたいと思います。皆様おはようございます。今日は Uber Eats 企画ということで、僕はりなちゃんの好みを分かってると自負しておりますので、りなちゃんが喜ぶものをお届けできると思います。りなちゃんが僕に送ってくれるであろう Uber Eats の予想を発表します。ハンバーガーを送ってくれると思います。俺結構ハンバーガー食べたい食べたいっていつも言ってるんですけど、やっぱりりなちゃんがダイエットしたいとか言ってる時はあんまりハンバーガー食べられないので、グルメバーガーみたいな1000円とか1500円とかのハンバーガーってすごい美味しくて好きなんですけど、なかなか高くて食べられないんで、多分それを送ってくれてるんじゃないかなって思ってます。じゃーん、来ました。なんやこれ、謎の暗号。あったか、むっちゃあったかい。楽しみ。これ結構楽しいですね。何がお昼に食べれるかわからへんから、普段私なんか例えばお寿司食べたいと思ってもお寿司のお腹になんで、誰か気持ちわかる。やけど今ちょっと何が来るかわからへんから、ちょっとワクワク感がありますね。私普段やったらお寿司は毎日でも毎食でもいいって言ってるんで、こうちゃんはお寿司を取るかなと思ったんですよね。やけどこの感じちょっとあったかいからお寿司じゃない。なんやろ。で、それとは関係なく、私が今素直に食べたいもの、今日はね引っ越しやばすぎて全然寝れへんかったんで、実はちょっとすっきりしたものが食べたい。私が今食べたいもの、それはサラダです。サラダと、まあ、すっきり系の野菜ジュースとか、そういうちょっとヘルシーですみたいなものがね食べたいんですよ。ではこちら何でしょうね。開けていきたいと思います。何かな。せーの、ドーン。見える？これバリバリこってり。何がすっきり系のサラダで女子いやね、夫にめちゃめちゃ油もん好き思われてるやん。めっちゃいい匂い。エビチリです。まだなんか入ってますよ。じゃん。何これ何これ、何これ、何これ、謎スープ。ちょっとここで入れるん危険やから、台所で入れますね。怖い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 。熱い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 。なんかスープでかっ。ちょっとこれ待って、机破れてるんやけど。まず食べてみよう、このスープ。早速いただきます。あ、めっちゃ美味しい美味しい。何これ、カレーっぽい味もする。中華なんやろうけど美味しいです。でも何かは全くわからない。じゃあちょっとこっちのエビチリをねいただきます。いただきます。美味しそう美味しそう。うん、めっちゃ美味しい。何これ、めっちゃ美味しいんやけど。全然サラダやなくていい。やっぱり私の魂はこってり系でできている。
美味しい。これは一体何の料理かは分かりません。なんか具も入ってるんで、具食べてみたいと思います。魚みたいななんか入って、ごぼうみたいなの入ってる。うんうんうん、何これ、体、骨、めっちゃ骨入ってる。鶏、魚、鶏か魚分からへん。髪の毛に引っかかった。いいですね、こうパートナーが選んでくれたご飯もなかなか。完食。結構お腹いっぱいになった。いや、スープがさ、結構な大きさなんよ。丼いっぱいみたいな感じだから。ではまた夜お会いしましょう。届きました。果たして先ほど予想した通り、これはハンバーガーなのでしょうか。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃーん。あ、なんか書いてあるけど見えない。カメラ越しだと見えない。開けます。どう、見て、ハンバーガー、ハンバーガー。大きくない？これめちゃめちゃ。ほら。当たったー。イエーイ、イエーイ。当たりましたね。さすが、りなちゃんを知り尽くす男ナンバーワン。当たりましたね。当たりましたね。こっちはじゃあポテトかな。はい、ポテトー。完全正解。完全正解。完全正解。やったやったやった。じゃあいただきます。この前なんか遠いって言われたんで、いただきます。おいしい、めっちゃおいしい。もうお肉がね、お肉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 って感じで、バンズもおいしいよ、ふかふかで、めっちゃおいしい。ありがとう、りなちゃん。ポテトもいただきます。うん、なんかお芋、お芋、お芋、お芋。うん、めっ、あ、すごいボリューミー。もうパンがなくなってお肉だけになってきて、引っ越し準備疲れた。もうご飯だけが楽しみで生きてるのよ。ということで、ようやく夜ご飯の時間となりました。本日2回目の Uber Eats 注文したいと思います。さて、夜はこうちゃん何食べたいかな。私でも1ポイント獲得してるんでね、お昼は当たってたから、このまま順調にいけば私の勝利。あ、こうちゃんが好きなお店を発見した。これにしよう。注文完了いたしました。さて、あとは私のご飯が届くのを待つだけ。今の気分、何が食べたいっていうか、カロリーが食べたい。ピザとかステーキとか、とにかくカロリーをくれ。でもね、普通に海鮮丼も食べたいな。もう私といえばやっぱお寿司とか海鮮丼やと思うから、そこは当てに来てほしいっていう意味も込めて、あえて私がちょっとこうちゃん優しさの手を差し伸べてあげましょう。海鮮丼と予想します。予想は海鮮丼なんですけど、来て嬉しいのはまあカロリー。お昼のりなちゃんのウーバーイーツは見事当てました。見事当てました。なので今度も当てたいと思うんですけど、僕お昼に中華料理をりなちゃんに送ったんです。なので中華料理返しをしてくるんじゃないかなと踏んでいます。中華料理で品まで当てるとしたら、チャーハンと油淋鶏と餃子、これできます。で、僕の方は昼中華料理と謎のスープという送ってしまったので、お夕食はりなちゃんの大好きなものにしようかと思ってます。りなちゃんへのお夕飯注文完了しました。ただいま5時20分でございます。届いたら嬉しいって言うと思います。楽しいね、この企画ね、楽しいね。で、りなちゃんのが全然ね、だから中華料理とだと思うんですけど、楽しみに待ってます。来たー、お夕飯のウーバーイーツ。りなって書いてある。かわいい。すごい大きいんだけど、何これ。開けていきますね。まず
サラダです。お。やっぱね、予想した通り、仕返しにカルビクッパって書いてあるから、やっぱ汁物来ましたね。まだあるよ。これで十分じゃない？結構。すごいよ。まだあります。これ。じゃん！うわ！美味しそう！焼肉弁当みたいな。美味しそう！めっちゃ量多くない？これ。で、このさ、カルビクッパにさ、めっちゃでっかいご飯あんのけどさ、焼肉弁当、ご飯絶対入ってるし、お箸2個あるから絶対2人分だよ、これ。頑張って食べます。あー、中華じゃなかったですね。外しましたね、夕飯は。これもすごくない？ご飯すごくない？多くない？これとサラダでも、サラダいただきます。秘伝のタレみたいなのをおかけします。なんか韓国の香りがする。韓国のサラダの、あ、違う、それクッパ。クッパの香り。サラダからいただきます。あ、美味しい。ドレッシング美味しい。焼肉店で出てくるサラダみたいな。美味しい。じゃあお次はこのスープを。カルビクッパって初めてかもしれない、食べるの。いただきます。うん、美味しい。ちょっと辛い、ピリ辛で、スープよね。スープよね。あ、美味しい。温まる。すごい温まるっていうか、そう、クーラー効いてるからね、この部屋。さあ、メインの焼肉弁当いきます。美味しそう。これだって国産黒毛和牛って書いてあるよ。うわー、美味しそう。ありがとう、りなちゃん。幸せ。すごい、完璧なる焼肉弁当。いただきます。おー、あ、美味しい。タレが甘い。お肉がすごいいいお肉っていう感じの、ごぼうのシャキシャキ感素晴らしい。ごまも散りばめられてて、うわ、美味しい、美味しい、すごい美味しい。ありがとう、りなちゃん。来ました、来ました。来たよ。何やろ、2袋もある。いいですね、カロリーですね。さて、何なのでしょうか。あ、冷たい。何やろこれ、冷たい。あ、これはちょっと生温かい気がする。私は海鮮丼と予想しました。でも欲しいのはカロリーがっつり系だけど、こうちゃんは海鮮丼を私に頼んでくれるんじゃないかと。私から正解に手を差し伸べに行った感じですよね。じゃあ開けます。はぁ、まさか。うわ、嬉しい。これね、チーズナン、私の大好物、ニューガネーシャさんのチーズナンや。そして、うわ、美味しそう。カレーでした。いいですね、カロリーですね。このチーズナン、ほんまに美味しいから、びっくりするぐらい美味しい。で、このチーズナン、私引っ越すって決めてから知ったんですよ、この存在。これが近所にあるってことを今まで1年半全く気づかずに過ごしてて、なんて愚かなんだと思って、この1ヶ月に3回ぐらいも頼んでて、これ4回目ぐらいなんですけど、飽きないね。あ、これ何？さっき私お昼にサラダ欲しいって言ったから、バカでかいサラダが来ました。エビとかも入ってるけど、なんかエビがさ、カレー色に染まってんねんけど。マイターボにサラダが乗り切らないので、サラダだけは地面に置かせていただきます。いただきます。チーズナンから食べたいと思います。普通女子はね、やっぱり炭水化物は後に食べた方がいいとか、そういうなんかね、ダイエットとかしてる方多いと思うんですけど、ここもやっぱり欲望のままに、うん、行くっていうのが一番です。いただきます。うん、中にチーズが、汚い麺でごめん。中にチーズがめっちゃ入ってて、上に蜂蜜がかかってんねん。美味しい、美味しい。で、これの難点は、カレーがなくてもチーズナンだけでもう成り立ってんのよね。チーズナンだけでもいい。まあでもそれもね、もったいないお話なので、ここカレーもめっちゃ美味しいんですよ。美味しい、やば。何カレーか分からへんねんけど、また分からんやつを取ってきたな、こうちゃん。何かちょっと得体が知れへんねんけど、食べたら分かるかな。いただきます。うん、美味しい。あ、辛い。私激辛好きなんでちょうどいいです。美味しい。幸せや。美味しいもん食べてる時が一番幸せ。何にチーズを入れたインド人を抱きしめたい。すっかり存在を忘れていたこちらの方、いただきたいと思います。色とりどりのサラダですね。ちょっとごま、あ、見た見た、ピタゴ
ただきます。うん、おいしい。いや正直お昼ほぼ汁でお腹いっぱいになったから、えこれ無理かも。体できるの無理。このチーズナンのせいで引っ越そう、嫌やわ。このサイズにぴったりのナンが焼けるインド人尊敬。この段ボールでさ食べてた時、冷蔵庫に人参1本しかなくて何も食べられへんし、しかも家に冷房もなくて夏マジ激痩せして、近くのライフに涼みに行ってたことを思い出します。懐かしい。そんな時もあってさ、今こんないい家に住まわせてもらって、何美味しいチーズナンが食べられて私は幸せです。改めてこうちゃんはじめ周りの人に感謝ですね。なん完食と思いきや、さっきのポンって飛んだピタンコなスイッチのコーンがあるので食べた。これは明日ここの店のナンを買いに行って食べます。ちょっとそろそろこうちゃんのね様子も気になるので、こうちゃんと中継したいと思います。もしもーし。はい。さてどうでしたか。これはもうさ別居ならではの企画やったからさ。そうだね。これからはできひんけれども、はい、今後は楽しく2人でね一緒にご飯を食べていきましょう。はい、はい、というわけで最初にして最後のウーバーイーツ企画でした。はい。ということで、はい、また次回以降の動画でお会いしましょう。こうちゃんも言ってせーのバイバーイ。バイバーイ。